今日のセカンチューン、どうも、今日のセカンチューンはですね、皆さん、風邪いかがですか？最近ね、巷では、風邪が流行ってるらしいです。なんか、富山県の、学校とかも学級閉鎖とかがあって、ちょっと大変みたいなんで、皆さん、風邪には気をつけましょうね。っていう話なんですけど、今日はね、ちょっと最近のおすすめのアニメ、すっげえなんか髪の毛ぺしゃんこだな。帽子かぶってたかな。今日はね、ちょっとおすすめのアニメについて話そうと思います。ちゃんと置いて話します。やべ。最近の、こうしよう。最近のおすすめはですね、なんか最近古いアニメを見あされるのにハマってて、最近見たのが、青のエクソシストはすごい面白かったです。で、あと、響けユーフォニアも今2期やってるんですけど、青のエクソシストの話からしよう。青のエクソシストっていうのはね、こうなんか、悪魔を退治するエクソシストっていう仕事があるんですけど、お父さんがエクソシストで、まあ、仮の、なんか、あれなんで、血は繋がってないんですけど、お父さんがエクソシストで、で、その、お父さんは魔王だな。まあ、なんかこう、親子と兄弟の愛深まるエクソシストのお話でございます。すごい面白かったんで、ぜひ見てみてください。で、もう一つはね、響きユーフォニアムっていう、軽音ってわかりますか？軽音。あ、違う、こうです。軽音っていう、軽音楽部っていうバンドをやってる4人の女の子のほのぼの系のお話があるんですけども、それの吹奏楽バージョンの全国大会ガチで目指してるバージョンみたいな感じの、すごい、ちょっと、僕はすごい好きなんですけど、響きユーフォニアムっていうアニメがあります。すごいいいです。すごいいい。なんか、一生懸命部活してた人だと多分ね、共感できると思うんですけど、最近はね、そことあとアジンかな。そこら辺をよく見ております。寒くなったからね、外に出たくないんですよ。というわけで最近はアニメをよく見てるっていう話でした。皆さんもぜひね、おすすめのアニメがあったら教えてね。以上、今日はセカンチューン、バイバイ。